はい、しまなみ海道2日目です。はい、はい、今日はあれやな、この今治国際ホテルから出発して尾道の何だっけ U2 か、そう、尾道 U2 に、うん、まで向かいます。はい、朝は何やろ、ホテルバイキングを食べて、そう、バイキングを食べてめっちゃ広かったよね。なめちゃめちゃ広かったよな。1000人ぐらいいたね。こんな広い会場あるんやっていうぐらい広かったよ、うん、めっちゃびっくりした。なんかね、ちょっとバイキング始まって30分ぐらいしてから行ったら、な本当に800人ぐらいいた、ね、いや、そうみたいな。で、ここは1000人ぐらい入れるの。いや、そうやな、これ土曜の朝やんなとか思いながらな、うん、めちゃめちゃびっくりしたね。な、思った以上に人がおった。うん。なんかやっぱ団体のお客さんとかがなんか島並みに来る。ああ、せやな。なんか団体のバスもなんかいっぱい止まってたよな。来てたね。うん。はい。これは島並のモニュメントを見にサンライズ糸山に向かっています。よう名前覚えてんな。なんかインスタに書くと覚える。ああ、なるほどな。そう。前回のコメントでもここがスタートなんですよって教えてくださった方がいて、あ、そうなんやって。ねえ、ここだったんだって。さ、ここなんや。私たちはまだスタートに立ててなかった。いや、そう。いや、スルーしてたな。ね。いや、でもやっぱこういうモニュメントが立つところはさ、うん、絶景だったよね。いや、まあそれはな、うん、ほんまにそうやと思うわ。なんか橋も山も海もめっちゃいい感じだった。うん、やっぱこれ晴れてるもんな、うんうん、前日はちょっと曇りやったけど、ね、やっぱこうやって晴れてるとまた雰囲気が変わるよな、うん、めっちゃこうの広い感覚になる、うん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 、なんか高い建物もさあんまりなかったやんか。あ、確かに全然なかった。そう空が広い感じやった、うん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 。でもこれあれやな、一番最初の橋に橋渡って、うん、何島やったっけ、青海島じゃない、青海島か、すげえな、もう何の名前も覚えてない、わかんない、違ったら教えてください。はい。でこれは来島海峡大橋を、うん、やっぱ朝の来島海峡が全然違った。うん、1日目はさ夜に渡ったじゃんね、うんうんうん、なんか こんな景色が広がってたんだっていう。あ、そうね、ほんまにこんな綺麗やったんやと思ったよな。ね、でもずっとさ景色見ずにさ、うんうん、あそこに釣り船出てるなとかって、釣り船出てるかウォッチしてたよね。そう夜に通るのも綺麗やったけど、やっぱこうやってあれやな、明るい時に通るのも全然違うな。いや、全然違った、よかったな。おで、この昨日の晩に、そう、前日の晩に文句言いながらずっと登ってた。いや、思うんだけど、まださロードバイクでさ登ってるからさ登れるけどさ、うんうんうん、結構さレンタルサイクルの人もさ、うんうん、いたじゃんか。うん、いたいた。でみんなさ何、うん、こういう坂道はずっと押してるじゃん。この坂道とかさ走っててもさ、うん、結構あったからさ、せやな、そう、押して歩いたらめっちゃかかったと思う時間なあ。そうで、ここ登り終わったらなんちゃら峠っていう名前ついててな。あ、そう宮壺宮淵、ちょっと名前忘れちゃったけど、そう、峠やって、そう、登り終わって峠やったんやとか言ってな。ポピュラーなサイクリングロードに入れる峠じゃない。いや、せやな。結構ガチめな山やったよな。結構ガチめな山だった。あ、でもね、なんか往復はその一番多分アップダウンが激しいのが、うんうんうん、ちょっと今まだ確証がないけど、うん、大三島で、うんうん、だからなんかやっぱ初めに辛いとこ越えるのはいいよね。あ、せやな、確かにな、うん、これよりあとはあんまりそんなにしんどい坂なかった感じやった な、ほぼ平地やったな、うんうんうん、この橋登っていくところだけちょっと坂道って感じやったけど、うんうん、あ、そうだね、うんうんうん、でもなんかさ橋に行くまでのさ坂道はさ、うん、なんかあ橋に行けるからと思ってちょっとワクワクしながら登れるじゃん、ね、あ、まあ確かにな、そうだからちょっと頑張れるところはある。なんか 3% ぐらいで設計されてるしね。なんかどこもアベレージ 3% とか書いてあってな、ね、うん、登れなさそうではないっていう、うん、だからね、普通になんかママチャリで走ってる人とかいるもんね。なあ、うん、これはち
俺がトイレしたすぎて駆け込んだトイレすごいね、本当にあのごめん行くわとかって言ってさささって言ってなんか追いかけてったら本当にもうすぐいなかった、うん、すぐ見失った。自転車の鍵かけずに行ったもんね危機的状態やな、うん、でよくぞすっきりした後に、うん、この使用ソフトか、あ、そうだね、うん、これでじゃあもう博多島だ、うんうん、博多島だっけ、うん、博多島ちゃうかな、うん、多分合ってると思う、うん、そう、このソフトクリームめっちゃ美味しかった、これめっちゃうまかったな、ね、なんか博多の塩がめっちゃ美味しい説があるよ、多分そういうことよな、うん、あとやっぱこう塩味があると甘さが引き立つっていうのがあってな、うん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 、めちゃめちゃ美味しかったね、北海道ソフトとかよりもちょっと上だったので美味しかった、うんうん、確かにな、うん、あ、でもこれあれやな、博多島、うんうん、めちゃめちゃ短いねんな、これな、めっちゃ短いね、 2,3 キロでスープだったそう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 めっちゃ思い出したけど、そういえば博多の塩買ってないね、あ、買ってない、博多の塩あんなに感動してたのにな、あ、うん、どこで忘れたんだろう、え、あれちゃう、ランチのあの出来事で全てが飛んできたんじゃない、いや確かにそうだそう、お土産か帰りに買おうなって言って昼ご飯食べてる時にイベントが発生したから、うんうん、まあもったいぶることじゃないけど確かにな、そうそう、お昼ご飯食べる前に、あ、博多の塩あったって言って見てて、うんうん、後で買うかみたいな、あ、そうそうそう、後で買えばいいやって、今思い出した、そう言ってて、結局ちょっと話が盛り上がって、うんうん、そのままねみんなで走ることになってんな、そうだそうだ、あ、着きました、お、タタラ大橋なんちゃかかんちゃか道の駅とりあえずなんかサイクリストの聖地があるところに戻ってきました と、うん、あ、でこれ、あ、ね、これめっちゃ楽しみにしたの、前日にねここ通って、そう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 、俺絶対明日ハンバーガー食べるここでって言って、そうって言って、もうハンバーガー食べる、ご当地ハンバーガーを食べる気満々で行ったら、その日だけなぜか販売中止嘘やろみたいな、多分なんかあったんやろうな、なんかあったんだろうね、仕入れか何かかな、うん、まあ次行った時の楽しみが増えたと思っておこうな。だってねもうここでさ海鮮丼食べたもんね、な、食べた食べた、うん、もう仕方なくしであ、だけど美味しかったけどな、海鮮丼もな、めっちゃ美味しかった、うん、お、そして、あ、そう、これは偶然出会った、うん、萌えちゃんと水吉くんに、うん、な、びっくりしたな、めっちゃびっくりしたこんなことあるんやってねえ、だけエリンゴあれやろ、なんか前日に、あ、来てるんやっていうのはなんとなく分かってたやったっけ、いや、なんかね、その日の当日に、うん、なんか萌ちゃんか、私も今日は島並行くんですみたいな、あー、インスタの DM が来て、うん、と思っていや楽しんでくださいねみたいな、でちなみに私も今日いるんですよみたいなこと言ってて、あ、そう、でも人見知りだしさ、こんな可愛い子にあんまさ、なんか会えたらいいねとかってちょっと言えなくてそこまで言う、楽しんでねみたいなことを言ってたら本当に偶然会って、no. ね、でこれはじゃあもうせっかくだから、うん、なんだったかな、水吉くんが大山神社だっけ、そう、なんか何だったっけ、自転車の安全、あ、そう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 そこに一緒に行こうって言って今一緒に向かっています、そう、もうこの水吉くんが、うん、もうしまなみ海道のいろんなことを教えてくれながら走るから、いや本当に本当にもうあのしまなみ海道アンバサダーになった方がいい、いやほんまほんまほんまなんかめちゃめちゃ楽しかったよな、めっちゃ楽しかった、うん、なんかこの水吉くんとこの萌えさんのおかげでめちゃめちゃ楽しくライドできたねー、なんかあんまりさ私たちグループライドとかってさ、うんうんうん、しないからさ、せやな、4人で走るとこんなに速く走れるんだって思ったいやでもそれは多分水吉くんがなんかちゃんとペース合わせて、うんうん、そう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 、ちょっと強度高めに、うん、なんかいい感じに引いてくれたっていうのがあったと思うけど、そうね、いやほんまになんかこういう感じで引ける人間になりたいなと思える、うんうん、なんか感じやったわ、ね、なんかすごい快適やったね、そう、ち
ょっとペース上げすぎるとエリンコが怒るからな。え、そうだよ。だって私の私の何あれパワーメーター、あ、うんうん、1回35キロって出たから35キロ今まで出したことないスピード出してた。そう、それを維持するっていうのがね、うん、せやな。そう、あ、でも、あ、こうやって人は強くなるんだとせやな、ちょっと甘やかしてたかもしれん、ごめんな。こうやって強い人に引いてもらうことによって、うん、引いてもらうというよりかは引きずられることによって人は強くなるんだな。なるほどな。じゃあちょっと次から引きずるわ、ね、あ、そう、今一瞬映ったのがあの自転車神社な、自転車神社というか神社なのになぜかグラベルを受け付けてるっていう。あ、そうそうそう、ここの神社すんごいなんか独特やったよな。いや、すごかった。なんかグラベル、あ、そう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 、なんかあのね、おみくじ引くところの隣にグラベル普通にずらって並んでてさ、うん、あ、そう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 、なんか E バイクもあったところで、うん、E マウンテンバイクか、なんかもうほんまに自転車好きな人が住職やってんねんなっていう、なんかそんな感じやったな。あ、んでこれ何やったっけ。でここも水吉くんが教えてくれた松浦に、そう、この大福もめちゃめちゃ美味しかった。あ、落とした、落とした。いやー、これ美味しかった。いや、めっちゃ美味しかった。どっちかというと八朔大福よりもいちご大福も美味しいって聞いてたから、うん、そっちを楽しみにしてたんだけど、うんうんうん、あ、そうなんや。いや、八朔大福めっちゃ美味しかったよね。八朔大福俺初めて食べたけどさ、うん、なんていうの、その甘い中にさ八朔ってちょっと苦味あるやんか、うん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 、でそれがなんかちょうどいい感じのあのなんていうのアクセントというかさ、うんうん、そう、めっちゃ美味しかった。え、わかる。なんかね、ちょっと苦味がいいんだよね、うん、あ、そう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 。でさ、その後にいちご大福食べたからさ、うん、本当なんか白あんに練乳かかってるんじゃないかって思って、うん、めっちゃ美味しかった。そう、俺もそんな感覚になったわ、うん、あ、でここら辺になったらちょっと引きずられすぎて、あ、そう、エリンゴ、あの、ちぎれましたエリンゴシ、はい、水吉くんと萌ちゃんはもう見えないところにいます。あ、そう、ちょっと先端、あ、でこれ待っててくださってんな。そう、これ優しい、もうほんまにありがとうございます。本当になんかこう温かみを感じたよな人もそうそうそう、優しい二人だったね。なあ、あ、でここなんかちょっとなんやろ、ここ泊まれるスポットになってたんか分からへんねんけど、この橋をいい感じに取れる場所、ね、うんうんうん、なんかな、なんか撮影スポットみたいになってたね。だからそういうところもちゃんとこう水吉くんがさ教えてくださってさ、うん、ほんまにめっちゃいい思い出になったわ。ねえ、いや、もうしまなみ海道私たちの中ではもうアンバサダー、うん、あ、せやな次行くとき頼まなあかんねえいや、だってね、だってほんと2人に会わなかったらさ、うん、自転車神社の存在さ、あ、知らん知らん、そうそう、知らなかったよね、うん、あ、なんか多分有名だったんだろうけどさ、調べなさすぎて、いや、そう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 だって俺らの目的とりあえず走り切るやったからな。え、そう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 。でね、このさ U2 もさ、うん、前々日に会社の先輩に教えてもらったもんそうそうそう、え、島並行くのみたいな行きますって言って、軽い感じで言ってたけど、ほんまになんかこういう偶然のさ出会いとかさ、ね、なんかもう奇跡がいっぱい起きてめっちゃいい旅行になったよな本当に。いや、もう爽やかだったし、いや、かわいいし、ね、ほんまほんまほんま、もう最後まで顔見て喋れんかったわオタクムーブを発揮してた。そう、オタクムーブ、陰キャオタクを発生させてしまった、ね、ほんと楽しかったか、この U2 の前で結構おしゃべりして帰ったよね。だって1時間ぐらい喋ってたんじゃん。喋ってた喋ってた、凍えてたもんいや、そうそう、なんか寒寒寒って言いながらそういや、ほんまにまたあれやな、一緒に走りたいよ。そうだね、うん、ちょっと次会うときはエリンゴ強くなって、いや、ほんとよ、35キロ巡行できるようにな、うん、体重も5キロ減ってね。あ、せやあ、でこれ宿着いたけど、うん、チェックインして一回荷物を車に取りに行って、で、ね、もう一回帰ってきてます、うんうんうん、ややこしい。そう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 、でこの時多分もうご飯ご飯のことしか考えてない。あ、そうやな、もうお腹すきすぎてな、
でこれはもうめっちゃおしゃれだったよね。うん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 。そうで自転車もなんとかけられるというな。これ最初 こっちのビアンキーかけようと思ったらちょっと、うん、フレームサイズが合わなくてかけれず。そうちょっとビア製はねあのちっちゃいから、うん、せやな、うん、あでこれびっくりしたよ。これ100円でさ、そうこの U2 の中のパン屋さんなんかな。うんうん、多分今日売れ残った分をすっごい安く、うん、いやそう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 、パン3個で100円だった。いやそう100円だったっけ。100円100円100円150円じゃなかったっけ。100円100円100円ね。そうそうそう100円そうそう。でこれは、何やったっけ、ジャイアントストアか、うん、そうジャイアントストアも入ってて、うん、おそらく自転車もレンタルできるんかな。あレンタルできてた。うんうんうん、はい、でここは U2 の中のおしゃれな、よくわからんけどイタリアンなのかな。そう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 、ホテルじゃないですか、うん、でこれもあれやな、広島県の GoTo のクーポンもらったから、うん、それ使って食べさせてもらってます、うんうん、はい、でねこれもなんか今飲んでるのはしまなみレモンエールみたいなやつで、うん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 、これめっちゃうまかった。これいや美味しかった。私ビール飲めないけどさ、うんうん、結構飲めたもんね。いやめっちゃうまかったこれ、うん、でこれはここの名物らしい、なんやったっけ、なんか海鮮のなんちゃかカクテルみたいな、そうそうそう、おしゃれなやつそうなんかディップして食べるやつな、うん、これのねソースがめっちゃ美味しかったよね。そう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 、びっくりした。ソースびっくりするぐらいな、あれうまかったよな、うん、ほんまに。あでも食べ物全部うまかったこれ、うん、あまた爆発した飛んでたあ遅い遅いそっかもうちょっと早く飛ばさなかったいやこのアヒージョもうまかったし、もう美味しかった、大満足ご飯やったな、ね、これもな。ピザなんかね大葉が振ってあって、あせやせやせや、それが美味しかったなあ。でお土産屋さんもめっちゃおしゃれ、うん、いやもうここで全てが完結する施設になってたな、うん、いや本当に、いや今見たらもっと買いたかったあれやな、車でここまでつけなあかんな。あ確かに、ね、ちょっと遠いとこ止めてたもんね。そうそうそう、次はな、うん、あでなんとこれはバーチャルライドできるところがあったそうそうそうすごいよな、もうほんまに自転車乗りのための宿って感じやったよな、うんね、でもだいたいここ泊まる人絶対しまなみ行ってるからさ、うんつわものすぎるよ夜もまたやるかなちょっと私たちはできなかった。そうやな俺らはもういち早くこうやってコインランドリーに行ってなんでコインランドリーのここのコーヒーめっちゃ美味しかった、ねうん、あそうここのコーヒーなこの宿泊者やったら飲み放題のコーヒーな、うん、その100円で買ったパンとこれでも幸せすぎたよな、うん、もう最高やったなこれ。わざわざ映えさすために入れ替えました紙コップからはい、これで2日目終わりです、はい、で明日というか次の日は帰るだけやな、うん、あじゃあもう帰るだけちゃうか、まだちょっとだけあるな、動画にできるぐらいあるかな、うん、ちょっと一回やってみるか、うん、ではまた3日目の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。